はい、どうもどうも。新しいパソコンに買い替えて貯めていた動画のデータが全て消えてしまった社畜と申します。ほんとさ、めっちゃ時間かけたのにデータ消えたらほんまに萎えるんやけどマジで。せっかくさ、お盆毎日投稿できるわと思ってたんやけど、全部おじゃんになっちゃったんで申し訳ないけど、今サブアカのランク上げをしてるんで、これを背景にちょっと語っていきたいなと思います。前回の動画でも語ったかもしれないんですけど、なぜかね、今月に入ってからめちゃくちゃ実況者が引退していくんですよね。で、後から知ったんですけども、某有名ブラスター使いの〇〇さんも、引退疑惑みたいなことがかかっていて、本人は引退とは言ってないんですけども、生配信中にスプラのセーブデータを削除したみたいなんですよね。あれ聞いた時さ、嘘マジでみたいな感じの反応したんだけど、理由に関しては Twitter とか、あとは他の実況者経由で、知ってはいるんですけども、今回のこの件に関してもそうやけど、スプラ実況者引退しすぎじゃない？いやマジで。だってさ、一人二人とかそんな可愛いもんじゃないよね。自分の知ってる限りでもう7人ぐらいじゃないかな。引退疑惑も含めたら7人ぐらいじゃないかなと思ってきて、何が起こってるのかなっていうのが率直な、意見なんですけども、意見というか感想かな。ねえ、なんとも言えないよね。コメントしがたいからさ、なんてコメントしたらいいかもうわかんないよな、これ。いろいろね、あるんだと思うんですけど、ただ腕前 X に関しては、すごいストレス溜まるよね。やっててあれ。ストレスしかむしろ溜まらなくないか。だからみんな最近ね、サブアカとか作り出して、で、練習用のアカウントとかかな。練習用のアカウントとか、生配信用のアカウントとか、いろいろね、作ってると思うんですけど、僕もね、そのうちの一人ですが。ただメインとして使ってるアカウントで負け越して、X パワーね、何百単位で減ったとしても、さすがにちょっとデータ削除はやりすぎかなとは思うんだけどね。だってもう消しちゃったらさ、元に戻んないから、また一からやるとすると、ギアの厳選とか、その他もろもろなことを考えたらすげえ時間かかるから、どうすんのかな、あれ。俺も詳しくは聞いてないんだけど、それ以上のことは。そろそろ終わりそうなんで、最後に言いたいことがあるんですが、引退する人があまりにも多すぎます、マジで。ほんとね、寂しいんでやめてください。引退は皆さんしないでください。引退しようと、ちょっと迷ってる方おられましたら、僕にね、相談してください、ほんと。僕もね、一回引退疑惑みたいな失踪をね、したことありますけど、引退はね、してないんで、もし引退とかを考えてる方おられましたら、僕にぜひぜひ相談をお願いいたします。では動画の元データが全て消えてしまって、かなりテンション低いですけど、ここら辺で終わっていきたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。生配信もね、バリバリやっていくんで、ぜひぜひ皆さん来てください。ではでは、お疲れ様でした。おつんごー。